ブリーチブリーチの登場人物森手13体、6番イアサンイコイジアサンイ。コイ次は、久保タイト作の漫画作品を呼び、それを原作としたアニメ、ブリーチに登場する架空の人物で死に神。アニメの声優は、伊藤健太郎。ミュージカルでの俳優は、森山栄二、久井ラ介、コ崎山翼。実写映画での俳優は、サオトメタチ。 南流魂以外78地区、猪釣り出身。長い赤髪を結んでおり、眉毛から額、首から上半身にかけて、大行な入れ墨を入れている。一人称は、俺。性格はやや乱暴に見えるが、気配りや起点が利き、根は落ち着きがあり人情味あふれる人物。同僚や後輩たちからの信頼は厚い。副隊長だが、実力は、万次会を習得している。 隊長クラス。ただし戦闘での勝率は高くない。甘党で好物はたい焼き。趣味はゴーグル収集。玉蹴りが大好き。ルキアが現世赴任を命じられた同じ時に6番隊副隊長に任命され、それ以前は5番隊を経て11番隊に在籍し、まだらめ一角に戦い方を教わっていた。殺す相手に名乗る、流儀も一角から学び守るなど、 一角を尊敬、信頼している。キラヤヒサギと同じく給料はあっさり使ってしまうタイプであり、大前田の家でご馳走になる描写が空振りで描かれた。体中に入れ墨を入れており、額にもしている。また、一角と同じくふんどしを着用している。六番隊副隊長任命には、銀銀次郎が副業で天使を務めている。高級メガネや メガネの銀カゲロウが人気になったのを受け、メガネ屋での商売に専念するため六番隊副隊長を辞職、その公認として任命された。メガネの銀カゲロウは行きつけの店で銀次郎とも馴染みであり、いくらかはリビーでもらっている。夢は自分でデザインしたゴーグルをかけること。初期では額にゴーグルをかけていたが戦うたびに破壊され、 最近は代わりに白い手ぬぐいを巻いている。死神大交渉室編では、手ぬぐいの色は黒になり、知り合いの鍛冶屋に安価で作らせた鋼の缶刺しを刺している。久木治おむ兵は、学院時代の先輩で、嫌いずると、ひな、森桃とは、学院時代の同期。優秀者の集められた特進クラスである一組に、所属していた。2066期生、ルキアとは、 竜魂以外からの幼馴染み、40年前まで犬釣りで身を寄せ合って家族のように暮らしていた。共に魔王霊術院で学ぶが、ルキアが休木家の養子に求められ、彼女の幸せを願って心ならずも祝福することで進めた。このことが後の恋次とルキアの関係の起点になっている。名家カー霊場となったルキアと対等に付き合えるようになるため、 白なりを超えることのみを考えて鍛錬し続けたが、一度も勝てていない。ルキアの処刑是非をめぐる騒動の中で白なりに戦いを挑むが、彼の軌道と漫字会を前に、自身の漫字会も破壊され敗北する。最後まで戦士としての闘志を失わず、戦い続けたため、白なりからは認められている。藍染めの謀反後も、白なりを超えることを目標として仰いでいる。 千年決戦編後は、ルキアと結婚し、アサンイ,イチゴ一号ナという一人娘を設ける。アニメ版ではルキアを異性として意識していることが、原作より強く描かれており、幼少期は彼女に見とれたり、魔王霊術院では失態にへこんでいる時に励まされ、照れる描写がある。ルキアが現世駐在する前に、六番隊副隊長に任命される。その後、死神能力の上等を犯した。 ルキアの捕獲命令を受け、当初は命令通り、ルキアをしかばねえ魂界へ連れて行くが、残罪宮前での一馬モルトの戦闘後、ルキアを助けることを決意。習得間近だった万次会の修行を終えて、ルキア救出に向けて行動する。前述のシロナリとの戦いで重傷を負うも、花太郎の治療で回復し再び、ルキア救出に向かい、 一守ると共に藍染めに立ち向かうも一周される。真実を知った森手13体の救援もあって、結果的に、ルキアを救うことができ、彼女と和解した。この頃から一守るのことを信頼し、仲間と認識する。ルキア救出後、ク座ザ町に、破面襲来の法を受け、ルキアらとともに、現世派遣され一守ると再合流。破面の二度目の襲来時には、 イールフォルト・グランツとの戦いに勝利し、グリム城に負けたとするイチマモ守を、生きていたら勝ちだと慰める。その後、裏原商店で厄介になり、裏原に聞きたいことがあったためそれを聞く条件として、チャドの修行を手伝う。その後、織姫救出のため、ルキアと共に巨剣に入り、再び一森通ると、合流する。巨ヨ宮では、第80人のザエル・アポロ・グランツと交戦。 スケットとして現れた、石田諸友窮地に立たされるが、巨剣にやってきた、黒土まゆりにその窮地を救われる。そして、巨剣に遊兵されることとなり、傷の治療を受けた後、再び連れ去られた織姫の救出に向かう市守るの援護を行い、そのまま、総打ち部隊や巨大巨と戦うが、解放状態のヤミに倒される。一連の集結後は、 屍魂魂会でイチマモ守が無月を使用した、反動で気絶するのを目撃する。イチマモ守に、死神の力を取り戻させるための刀に、体調覚の死神たちと共に、霊圧を与え、ルキアや他の体調覚と共に、漢元術者たちとの決戦に参戦。空座長決戦から17ヶ月の間、藍染めと戦えるようになるために鍛錬を積んでおり、 自身が交戦したジャッキーを剣を抜くことなく、圧倒するほどの力の差を見せつけた。白なりと共に鹿羽ネタマシ会に攻め込んできた星十字騎士団の S などと交戦するが、S などが白なりのジ字会を奪って白なりを攻撃し続けるのを見かねてジ字会しようとしたところを、星十字騎士団の一人であるマスクド・マスキュリンがジ字会できることを知らずにドロップキックを仕掛けてきた。 ため重傷を負い、万次会は、運よく奪われなかった。その後、霊万体によって一守る、る白なり、ルキアと共に、霊王宮へ連れて行かれ、キリンへの白骨地獄と、血の池地獄で治療を受けて、キリン時点示せろうの拳を受けても、吹き飛ばされないくらいまで回復し、一守ると共に次の霊万利殿である、伏せ豚殿へ向かう。 伏せ豚殿では一守るとともに食事し、次の法王殿では一守るとともに、人の形をしたあっさだと戦闘を行い、こいつぎは二枚や、大越に合格と認められるが一守るは失格し、現世に追い返される。その後、兵主部、一米の霊万里殿でるケアと共に修行を行う。おさむたら千住丸には衣装を新調してもらったが、ふんどしも脱がなければ、 男性器を切り落として採寸すると告げられて、慌てて善談になったことにトラウマを抱いた。そして修行を完了し、ルキアと共に、トロレーテへ到着する。帰還後は、先日自分に重傷を負わせたマスクドマスキリンと退治。敵の猛攻にも、大したダメージを受けず、修行により習得した真のジカ会の力を使って、干渉するほどの成長を見せたが、ルキアの 一戦するごとに身を隠せという約束をし、しばらく眠っていた。その後、一守が夕バッハの元に向かうための時間を稼ぐために、ルキアと共に、バズビーと退治する。10年後には13番隊隊長に就任した、チキルキアと結婚し、イチゴ花という死神見習いの娘がいる。残白刀の名は、ダビマル。直接攻撃系に分類される。 能力解放と共に刀身に、いくつもの節を持ち、伸びて蛇のようにしなる、蛇腹剣の形状に変化する。伸縮自在であるため直接的な遠距離攻撃も可能。ただし、伸ばしながらの攻撃は、最大3回まででそれ以降は一度縮める必要がある。また、縮めた状態での大きさは、黒崎一吾の残月と、ほぼ同程度。介護は、ホエロ、ダビマル、 ジカイの名は、ヒヒオダビマル。能力解放とともに、巨大な蛇の骨のような形状に変化し、こいつに自身は、ヒヒの骨と毛皮を身にまとう。戦闘方法は死海時と、ほとんど変わらないが、残白刀そのものによる、一撃一撃が強力になり、ギリアン旧大巨の破面の残白刀も、容易に打ち砕く。また、巨体にかかわらず動作も素早く。 体調角の春譜にも十分に対応可能。視界自動用に複数のパーツで構成されているが、各パーツは型を持った霊体ではなくこいつ自身の霊圧で繋がれているため、在白刀などで連結を断ち切ることは不可能。ダビマル本体への負担がかかることもあるようだが、分離や再結合は自由自在に行うことができる。アニメではその特性を生かし、 引きわぜ、こう使用していた。千年決戦編後、万字会人による破損は直せないため、以前の白なりとの戦いで破壊された、羽節の一部が壊れたままだということがまゆりの口から、一マモルに語られた。さらに、霊王宮での修行時に、実はダビマールはまだ、こいぎを半分しか認めておらず、この万字会は半分しか解放していない姿であった、ことも明らかとなった。 劇場版アニメではたびたびその巨大さを生かし、他者を乗せて別場所へと移動させるために使用している。ダビマルの真の、万次会の名は、総王ダビマル。実は、恋次を間には認めておらず、今まで使用していた、万次会は半分しか能力を発揮していなかった。霊万体、兵種部一米により、本当の名を教えてもらい、従えることに成功した。 真に解放されたダビマルの漫字会で、発動と同時に右手に、自家刀、オロチ王、左肩開けから伸びた腕、ヒヒ王、そして腰に、ヒヒの骨をまとった姿となる。それぞれの名前を呼称すると、オロチ王は、ノコギリ状の歯に変形し、ヒヒ王は、敵を握りつぶせるほどに、巨大化する。声、古沢通る蛇の王を持った白い体毛のヒヒ、俗に言うヌエ。 体と尾で別々の人格を有しており、蛇の方は少々口が悪い。一守との死闘の終わり、残月との再生を望んでいた。カラブリによると性別はオスだったが、残白と異分編で実体化した時は、猿は女、蛇は男という風になっている。アニメ、残白と異分編で実体化したダビマルの詳細は、ブリーチ残白と異分編実体化した。 残白刀を参照軌道に関しては昔から苦手で威力自体は申し分ないものの加減ができず暴発することもあり映象波器もあまり得意ではないためルキアほどうまく軌道を扱うことはできない模様バウントヘンでは副隊長だが空座町の担当として派遣され一森トールと共に戦う裏腹にバウント戦に伴い チームプレーの大切さを教わった一方で、後日の浮気戦の前には、一角から教わった、勝負は1対1という流儀を重んじる一面も見せている。また、アニメでは、原作以上に一守ると喧嘩するシーンもある。登場時には1970年代ファッションに身を包んで一守るの前に現れる。不妊中は、破面編より先に、 浦原商店メンバーと出会い、彼らのもとに居候として身を寄せるが、居候としての身の上のため、浦原商店メンバーに頭が上がらず、神武と等に居候を連発されお代わりができなかったり、死神図鑑ゴールデンでお代わりできないので夜中にこっそり起きてご飯を食べようとするも、浦原や神父と市に確信犯的な行動で阻止されたりと扱いがひどかった。そのため、 井上織姫の自宅アパートに行った際、行方不明になった織姫を、みんなが心配する傍らで、留守中の他人の家の冷蔵庫を勝手に開けて、食べ物を漁るシーンもあった。その後、バウントたちの屍魂会進出に伴い、屍魂会へ帰る前には浦原商店の掃除をして行っている。現世の戦闘においてカリが作り出した、ドールビットの信仰から一人の少年を守ろうと、 奮戦するが叶わず、少年が重傷を負ったことに対し責任を感じてしまう。そのためか、人の命を奪った上に人間によるバウントに対する迫害の仕打ちを主張し、自分たちを憐れむ浮気に対し、怒りをぶつける一幕もあった。そして、浮気のドールゲゼルとの対戦に、満次回で挑み、勝利する。ありがとうございます。